皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの一日体験入学のお知らせです。第2回目の一日体験入学なんですけれど、これ11月の5日の土曜日に開催されます。時間は9時から12時で、受付が8時半からになっています。講座とコースの説明ありまして、この中から並べてあるんですけど、2つ選択して受けることができます。まず模擬授業の方ですけれど、1番が英語、2番は国語、3番数学、4番理科、5番が社会で、6番がコンピューター、7番が面接講座、そして8番が英会話、このようになっています。コースの説明はまず9番英数進学コースの説明、10番が特別進学コースの説明、11番が普通コースの説明、12番は留学進学コース、13番が国際進学コースの説明になっています。この一日体験入学、事前申し込みが必要です。申し込みは東洋高校さんのホームページ、こちらからすることになっているので、参加したい方、ホームページの方からお願いします。今回は東洋高校さんの第2回目の一日体験入学、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。